マッシューリース・ホランドはイングランド出身の元サッカー選手。祖母の一人がアイルランド出身であることからアイルランド代表としてプレーした。ポジションはミッドフィールダー。現在は解説者として活動する。名門ウエストハムの育成組織で育ち、ボーン・マスで1995年にトップチームデビュー。1997年に遺金80万ポンドで、 イップスウィッチに移籍し首相となる。2000年にはプレイオフを勝ち上がってクラブをプレミア昇格に導く。イップスウィッチは2001の02シーズン限りでディビジョン1に降格されたが、ホランドはアストンビラからの移籍オファーを断ってクラブに残留した。なお、この降格直後に開催された 2002FIFA ワールドカップでは背番号8を背負って、 アイルランド代表の全試合に出場し、開幕戦となったカメルーン戦での騎士改正のミドルシュートを決めた。2003年夏、チャールトンに移籍。移籍金は75万ポンドオプションで、最終的にチャールトンは90万ポンドをイップスウィッチに支払った。チャールトン移籍直後には、やはり首相に就任。以降、2005年にルーク・ヤングに引き継ぐまでチャールトンの首相を務めた。 2006から07シーズン、チャールトンが不審に苦しんで2部に降格するといくつかのプレミアシップのクラブから声がかかったが、本人はチャールトン残留を選んで契約を更新した。2007から08シーズンにはサポーター選出のチャールトン年間最優秀選手に選ばれている。なお、アイルランド代表は2006年に退いている。 チャールトンとの契約は2008から09シーズンで終了し、その後は BBC や RT で解説者として活動中である。ありがとうございます。